チェリオアーミチの味というドリンクなんですけれども、スイートキスっていう名前ですね。こんな感じで唇の、デザインがされているペットボトルです。この辺にアーミチの味、具体的にどういう飲み物なのかというところはペットボトルの方には記載されていない状況です。炭酸飲料とだけ、記載ありますね。原材料名の方は、ブドウと加糖ブドウ糖と蜂蜜、どんな味なんでしょうかね。ビタミン C、それしか書いていないですね。はい、それからカロリーの方なんですけれども、100ml あたり、51kcalということです。それでは一体どんな味がするのか、いただいてみたいと思います。内容物の方はそうですね、なんかオロナミン C みたいな感じ、もしくはレモンスカッシュのような色合いがするんですけれども、匂いの方もレモン系柑橘系ですねの匂いがいたします。それではどんな味がするのかいただいてみたいと思います。はい、未知の味というその先入観から飲んでみた感想なんですけれども、そんなになんかうわっていうような、そうですね、味わいではなくて、普通に少しなんていうんですかね、蜂蜜みたいなちょっととろっと甘みの効いた、レモンとまでは言いませんけど、やや酸っぱい味付けになってます。そこそこ美味しいとは思うんですけれども、そうですね、未知の味というほどのものでもないですね。ちょっともう一回いってみます。ですね、そうですね、ややほんのりレモン酸っぱくて、あとは蜂蜜のその甘さだとは思うんですけれども、とろっと甘い状況です。なかなかいいとは思うんですけれども、ただ未知の味っていうその大げさなキャッチフレーズは、そうですね、ない方が良かったと思うんですけれども、まあまあ美味しいです。すいません、簡単なんですけれども、この辺で失礼させていただきたいと思います。